こんにちは、ジャスタウェイです。TikTok の心霊動画TikTok の心霊動画、怖い動画、久々に見ていきたいと思います。いや、マジで久々にやりますわ、この企画。まあ、所詮は TikTok なんで、大したことないと思うんですけど、まあまあ、早速見ていきましょう。Let's go! 3、2、1、YO! サンディエゴ OK! 早速見ていきます。なんかおかしくない？なんかおかしくない？なんだ？あ、マネキンちゃん。うわー、嫌いだわ。なんかやだね。ちょっとこれ不気味っすね。ずっと視線感じてたって書いてある。確かにこれはね、なんか生きてるみたいだね。このマネキン、なんか見たことあるっぽいけど。いや、マネキン系やっぱ良くないね。人形系ほんと良くないんですよ。人型の人形は良くない。やっぱぬいぐるみだよ。可愛いぬいぐるみだよ。特にアザラシ。特に白タンの。これしか勝たんわ。超閲覧注意。映ってます。かなり危険。苦手な人は見ないで。いや、釣りっぽ。このサムネはもう釣りやん。信じないよ。これで本当に普通に怖かったら、土下座しますわ。申し訳ないって気持ちで。釣りだと疑ってごめんなさいって気持ちで土下座しますわ。でもこれは確実に釣りっすよ。遊び半分で行かないで。一番目立つのは女の子ですね。女の子。え？これ泣いてるな。本気で遊びに行くとか言ってたやつ見とけよ。なに？あの赤い赤い子？ブート。うわうわ。疑ってしまって大変申し訳ございませんでした。普通に怖かったです。すいませんでした。ごめんなさい。本当にすいませんでした。ごめんなさい。まあガチかガチじゃないかは別としても、ビビっちゃったし怖かったんで、これは土下座ですね。僕が悪かったです。すいませんでした。全然釣りではなかったね。あなたにはこれが何に見える？これが何に見える？なんだろう。え？あなたにはどういうこと？窓ガラスに何かが映ったっすけど、わわわ、あ、てか、なんやこれ。まあ、ミラーワールドに連れて行こうとしたんでしょうね。やっぱ戦わなければ生き残れないんで。この前テレビで出たヤバいマネキンの前で寝てたら、あ、さっきのマネキンだ。このマネキン俺もテレビで見ましたわ。え、ね、なんか赤ちゃんの泣き声聞こえた？え、怖っ。まさかのマネキンじゃなくて赤ちゃんだった。やだな。あ、うわ、なんか押されたぞ今。え、なんだ。え、お、え、ふわ、え、うわ、なんか押されたぞ今。なんか押されてた。怖っ。これはね、不思議ですね。で、これはちょっとすごいね。恐怖映像、これ見て鳥肌立ちました。なんだ恐怖映像。なんやこれ。こういうのがいるからね、僕は TikTok がね、そんな好きじゃないんすよ。怖いこれ。なんだこれ、おばあちゃん笑っとる。あれなんかこれ前も見たことあるっけ。びっくりしたっぴー。タコピーになっちゃった。マジ無理ぽよ。マジ雪ぽよ無理ぽよ。いや、雪ぽよは割と好きよ、俺。マジ雪ぽよだわ。いや、違う、マジ無理ぽよだわ。3、2、1、YO! 股関節。OK! ということで、心霊ゲンゲンゲン。ということで、TikTok の心霊でした。今回も非常に恐ろしかったでございます。ということで、皆さんもなんか心霊現象起こったら、ぜひ僕に送ってくださるか、TikTok に載せといてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。TikTok、TikTok 食べちゃうよ。Pomeranian.